今日からみんなと一緒に学んでいく宮沢真理さんです。宮沢真理です。美しいこの街で素敵な高校生活を送れたら嬉しいです。鍵引き、なんでわざわざこんな田舎に転校してきたの？心が風邪をひきそうだからおばさんのとこでゆっくり休んでらっしゃいって言われた。一緒に行こう。日玉だよ。日玉？この人が死んだ女学生の一人かな。私の強い思いを受け止められる？ああ、やっぱ俺東京行きたい。会いたい人もいるでしょ、あなたの世界に。ありがとう。ずっと忘れないから。